奥村栄作は明治大正期の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。三重県が芸軍玉垣村出身。父は養蔵で母畑。明治24年に陸軍主管学校卒業、日清戦争に動員された後に陸軍大学校に入学し、明治32年に同大学校を優等で卒業。明治35年9月に オーストリア・ハンガリー二重帝国首都委員に向けて出発。明治36から37年にチロル王立両兵第四連隊に耐付け。明治37年日露戦争勃発により日本に緊急帰国。明治39年4月に再びオーストリア・ハンガリー二重帝国首都委員に向けて出発。明治39年夏に 陸軍射撃学校に入学、卒業。明治40年、第99名連不評連隊に、逮捕後、帰国。大正8年7月に、陸軍中上昇進と同時に退名。同年11月、予備役に編入された。ありがとうございます。